どうも、学習塾1期U4 号です。今回は、公立高校入試社会の対策の第2弾として、歴史について話します。前回の地理で話したことと、被る部分があると思いますが、よろしくお願いします。まず、歴史も地理と同じで、定期テスト対策と入試対策は、別物だと考えてください。定期テストであれば、例えばテスト範囲が鎌倉時代だけなら、幕府ナンバー2は執権しかいないので、他の時代を一切意識することなく、執権と答えれば正解が得られます。しかし、入試だと、歴史全体が範囲となるので、そうはいきません。幕府といえば、鎌倉だけでなく、室町も江戸もあり、それぞれでナンバー2は、管領、老中という別の名前になってますから、ちゃんと区別して覚えないとダメなんですね。で、次。前回の地理で、一問一答を散々ディスって、けなしましたが、歴史と一問一答は、そんなに相性は悪くないです。ただ、やっぱり歴史も、こんな細かいのでねえよ、というのは多くありますので、教科書の最後の作品を見ながら、一問一答集を利用した方がいいと思います。まあ、ぶっちゃけて言うと、一問一答集とか、参考書、動画の授業は、覚えることを多く載せすぎだと感じています。え、なぜかって?それは単純に、怖いからでしょう。本に載せなかったこと、授業で言わなかったことが入試に出たら、文句言われて困るかもしれないからですよ。一問一答集だって、利用しなくても、過去問演習とかを、きっちりこなせば、歴史分野で8割以上、取ることも難しくないです。でも、残りの2割弱を取りに、優秀な人を意識しすぎて、一問一答集もやれというわけです。ということで、僕が考える、手っ取り早く入試歴史で十分な点数を取る方法を教えますね。まず、満点近くを狙うのでなければ、一問一答集はいらないと思います。そんなものよりも重要なのは、歴史全体を見渡せる力ですね。繰り返しますが、例えば、7世紀のことを、ただ覚えるだけじゃダメで、この用語は丸世紀のバッ時代とか、そういう判断力が必要です。本当にこれは、定期テストでは問われない、けど、入試ではとても重要な力ですので、意識して勉強していきましょう。で、その力をつけるコツは、まずは、細かく、勉強しすぎないことだと思います。くれぐれも、教科書を隅々まで読んで覚えてやるなんて、そんな無謀なことは、やめましょう。歴史は暗記科目と言われている社会の中でも、特に暗記要素が強いのは確かです。ですが、そんなことできる人は、ほとんどいないですし、僕自身もできません。でも、僕は満点を取れますから、これは言い方を変えると、そこまでやる必要がない証拠でもあります。まあとにかく、そんな無謀なことをやろうとすると、いつまでも旧石器時代から先に進みませんし、あまり出ない旧石器時代に詳しくなっても、しょうがないですから、やめましょう。ちなみに、歴史は今に近ければ近いほど、出やすいと考えてください。それに、最初から細かく覚えようとすると、途中から、最初覚えたことを忘れてしまうので、歴史全体を見渡せなくなるという意味でも、ダメです。重要な年号、事柄をざっくり理解し、抑えながら、細かいことを肉付けしていく勉強がいいですね。例えて言うなら、東京から大阪まで、都市開発するってなったら、まずは東京から横浜までを完璧に開発して、というのはダメです。それでは大阪の人は不便なままですし、仮に名古屋くらいまで開発できても、最初に開発した東京が、メンテナンスができなくて、ボロボロになっているかもしれません。つまり、現代史の点数が取れないどころか、古代史も忘れてしまって、ボロボロだってことですよ。そうじゃなくて、まずは東京から大阪までを本当にざっくり一回開発して、次も東京から大阪までのざっくりの開発を、上塗りをするように繰り返すんです。そうすれば、歴史全体を見渡せて、ちゃんと古代史のメンテナンスもできるので、忘れません。記憶が定着すれば、さらなる開発、つまり、細かい部分を見る余裕ができて、難問の対応もできるようになってきます。だから、
学習塾1944号では、この学習ができるよう、ざっくりとした歴史解説動画を作っています。普通版は歴史全部を2時間くらい、まとめ版は、なんと30分以内で確認できます。そしてその後は、過去問解説動画を何本も作ってますので、ぜひ、チャンネル登録をして、それを毎日毎日、数分数分、繰り返し繰り返し見てもらって、今後の勉強に、役立ててもらえればと思います。ということで、話は以上です。最後まで聞いてくれて、ありがとうございました。